で、これで視覚的にはお知らせするようになっていますので、よろしくお願いいたします。はい。で、すいません、確認なんですが、視覚的にはお知らせするようになっていおます。名前は、ラスさんでよろしいでしょうか。で、トークの方が、Python から GoLang に変更してから再び Python に戻った理由でお間違いないでしょうか。トークの方が、Python から GoLang に変更してから再び Python に戻った理由でお間違いないでしょうか。トークの方が、Python から GoLang じゃあ、このまま始めていきたいと思います。Zoom 参加者に対しての連絡をします。では、このまま始めていきたいかぶってる。Zoom すいません、誰かマイクかぶってると思うんですけど。の連絡をします。では、このまま始めていきたいと思います。Zoom 参加者に誰かマイクかぶってるので、なんだ。なんだろう。これ止まりましたかね。大丈夫そうですね。すいません、Zoom で参加している方にご案内です。発表前に Zoom の操作の練習をお願いします。Zoom 画面下に参加者アイコンがあると思うんですけれども、そちらをクリックしていただくと、挙手ができます。操作に慣れるために、挙手をしてみてください。すいません、お願いします。はい、ありがとうございます。で、下ろしていただいて結構です。また、トーク中は Zoom のチャットに質問や感想を書いていただいても大丈夫です。それでは、これから、ラスさんの発表を始めます。タイトルは Python から GoLang に変更してから再び Python に戻った理由です。発表時間は質疑を含んで、45分になります。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに読み上げ事項を読み上げていただきます。では、ラスさん、読み上げ事項をお願いします。発表前にマイクテストを兼ねてスピーカーに私の名読み上げ事項前をはラ読み上げスていただきです。ます。発表では、ラのスさん、読み上げ事項をお願いしま題目。す。発表の題目は、Python から GoLang に変更したから、再私の名前び Python には、戻っラスたで理由す。です。発表の。発表の正滅詞は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真に同時します。PICOS PyConJP で、冒頭救援に同時します。では、始めていきます。では、ラスさん、発表をお願いいたします。時間今45回、分です。Python から GoLang で変更したから、また旅 Python で戻ったことを、という主催に話しすることになったラスです。先に自己紹介です。私はラスという名前を使っています。実際に別の名前があるんですが、好きじゃないのでラスと呼んでください。私は関数型プログラミングを好きで、まま使っています。はい、今度そういう主催に発表することもありました。そしてチートの中に行けています。よければぜひフォローください。私はボズビリという会社で働いていますが、大事なことじゃないんですね。そして去年に PyConJP に始めてきました。去年に来たとき、来年には必ずスピーカーとしていきたいと思ったんですが、実際にスピーカーで行けることになりました。すごく緊張しています。ここで知ってる人もいると思うんですが、私は韓国人です。アニメだけで日本語を勉強したから、日本語が少し下手です。主に発音が完璧でない場合があります。私の日本語が下手でもご了承お願いします。もう一つ、このスピーチではある言語の羅列を話すことじゃありません。みんな Python の使用を遵守しましょう。
よろしくお願いします。では、始めてみましょう。この発表に利用するコードはこちらのリンクにありますので、よく見えないとかする人はこちらを参考してください。最初の話はなぜ Golang と Python なのかです。別の言語もたくさんあるのに、なぜ Python と比べてなることになったんでしょう。Ruby もあって、Java もあって、Haskell もあるのに。私の会社では、既存のモノリックティックアーキテクチャからマイクロサービスで変更しています。その過程で Golang を使うことになりました。最初は Python で作ったモノリティックサーバーでした。かなり昔から作られたサーバーです。今もよく起動しています。ですが、このサーバーがだんだん大きくなって、昔のコードが良くないコードに変わりました。だんだん修正するのが難しくなったんです。そして、会社では Python2 を使っているのに、遅延が終わる時間も近づいていました。まあ、今は遅延が終わって、かなり時間が過ぎていますが、今では Python2 を使っています。話ですね。だから新しいアーキテクチャをもとにシステムを整理することになりました。その過程でマイクロサービスで変更しながら Golang を導入することになりました。Golang を導入する理由はいろんなことが言いました。言語が簡単だったし安かったんです。そして Python よりも性能がいいと思ったんです。また、この言語を好きな人がたくさんいました。これは私は大事な理由と思います。したくない言語を導入するのを好きな人はかなりいないと思います。私が会社を入る前に決めたことですから、なんか別な理由がもっとあったと思います。では、簡単にGolangについて調べてみましょう。PyCon で Golang、コンプランスは違ってんじゃないと思う人もあると思います。けど、後で話すことを理解するためには、少し Golang に慣れている必要があります。では、簡単な Hello World から始めてみましょう。Hello World は昔の本から始まった有名な例題です。みんな知っていると思います。この発表には Golang を勉強するのが一番大事なことじゃないので短くいきましょう。まず Golang をコードです。見れば最初のラインには TypeSystem というパッケージがあります。パッケージは Python のパッケージと似たような概念です。パッケージがいなければコンパイルができないんです。そして FMT というライブラリを使っています。インポートするのは Python と似た形をしています。そしてメイン関数も見えます。メイン関数からプログラムが始まっていきます。今は文字を表すために FMT というパッケージを使っています。Python ではこうやります。プリントで Hello World を現れます。そしてここでインポートがあるんですけど、インポートは Python のイースターエッグなんです。実はこのイースターエッグとかを主催に Python KR で発表します。ゼロから始まる楽しい Python 生活という主催です。まあ、気にしている人はぜひ Python KR にも来てください。では、踊ります。この度、ヘロワールドは変数が登場しました。この name という変数を使って、ヘロワールドを作りました。まあ、この変数を宣言して、name という変数を宣言して使っていますね。Python ではこうやることができます。fstring を利用して、最もスッキリしたコードになったんです。Python は動作するコードのために、関数を宣言する必要もなく、パッケージも必要ないんです。
そしてゴリングの場合は使えない変数があるとコンパイラーが発生します。ですが Python を含めて大体の言語は使えない変数があったとしてもコンパイルができないのはないんです。まあ、リントでチェックするのは可能ですが、まあ、コンパイルとか実行ができないのは不思議ですね。私の代わりにはこれを大嫌いな人がたくさんいたんですが、私は好きな機能です。見てた通り、ゴリングはコンパイルがある言語で、タイプがある言語です。タイプシステムをもっと比べてみましょう。Python ではストリングはオブジェクトなんですが、ゴリングではストリングがデータです。オブジェクトじゃありません。この例を見てみましょう。今回はまず Python からです。名前を小文字に出力するコードです。まあ、簡単なコードですよね。ゴリングにはどうなるんでしょう。ゴリングにはストリングがオブジェクトではないので、メソッドを使えないんです。だから、この場合はライブラリを使って小文字に変更します。ここでは strings というライブラリを使っていますね。すべてのライブラリを覚えてないと不変かもしれませんが、これを好きな人もあったんです。では、ゴリングでオブジェクト実行プログラミングはどうするのか調べてみましょう。まずは Python のコードです。簡単なスピーカークレストを作ってオブジェクトを利用する例題です。ここでスピーカーというクレストを宣言して、ここでスピーカーというオブジェクトを作って利用しています。ゴリングにはクラスがいないんです。チート見たようにストラクトだけです。だからこんな風にオブジェクトを宣言して使えます。ここでスピーカーというストラクトを宣言します。そしてこうやってスピークというメソッドを宣言します。そしてこちらで実際にスピーカーをオブジェクト化して利用する例題です。2つのメソッドを比べたら似たようなものがいます。2つも自己自身に接近する何かを最初のパラメータとして受けています。まあ、オブジェクト進行プログラミングとすれば装飾なんですが、ゴリングには装飾がいないんです。ただのストラクトだけです。見てた通り、クエストもいないんです。最初にゴリングを使うときは戸惑うですが、慣れてればそんなに流暢ではないんです。主軸がいないんですけど、インターフェースはあります。だから今は主軸代わりにインターフェースを利用する例題を見てみましょう。実際に Python ではインターフェースという概念が必要じゃないと思いますが、インターフェースを使えばこうなることはできます。スピーカーというインターフェースを宣言して、マイスピーカーというクラスを宣言するコードです。ゴリングにも似たような形をしています。ですが、ゴリングにはこのストラクトがこのインターフェースを具現したのをコードで現れないんです。コンパイラーとかが自動的に感知して、このストラクトはこのインターフェースを具現したのかと判断します。これをストラクチャルタイピングと呼びます。そして Python はドクタイピング言語です。この2つの違いは少しありますが、まあ、似たものです。ここでこの違いがどうやってするのかは話しないで進めます。
そして私が一番悲しいことに話します。ボリングにはジェネリックがいないんです。そして Python にはいます。ボリング2にジェネリックが追加される予定ですか？今はいないんです。今はジェネリック代わりにインターフェースを使っていたようなことをしています。メソッドが何もないインターフェースでは、すべてのタイプを代用することが可能です。Python の any というタイプと同じですね。けど、ジェネリックがいないなら、モナドとかオプショナルとか IDA はできないんです。それは私にはすごく悲しいです。そして、モナドもいないし、イノムもいないんです。イノム見たものはあるんですが、けどイノムはいないんです。ただの変数だけです。ここまでいないことを良くないことにたくさん話し示していますが、こちらはゴレングの最も良い点である同人性について話し進めます。かなり複雑な話ができますが、ゆっくり進めていきましょう。最近プログラミングでは同時性はかなり大事なテーマです。最近 Python にも最近 Async 関与が導入され、多くのライブラリが同時性を考えて始めました。Golang はこの同時性をとても簡単で便利にしてくれます。ゴルティンという存在で解決します。ゴルティンと似て見えますよね。実際に似たような概念です。Python に存在するゴルティンよりもいい点がかなりありますが、一度見てみましょう。まず Python のコードです。Async 関与というパッケージを利用してゴルティンを実行させるコードです。まあ簡単なコードですね。反面、Golang には基本的にゴルティンを使用するため、遵循する必要がありません。まあ、すごく簡単な例題ですから、次はもっと変わった例題です。それでは、ゴルティンから新しいゴルティンを遵循するコードを見てみましょう。さっきのコードから少しだけ追加されましたよね。Hello という関数が追加されました。Python では Async Await というキーワードを使ってこのコルティンを待っています。そして Golang には Go というキーワードを使っています。お互い大きな差はないように見えます。それでは、もっと複雑な例を見てみましょう。この例題は、すごく複雑です。ゆっくりご覧ください。最初は、as という関数を定義しました。ところで、パラミットのタイプが少し変わっていますね。あのタイプは、int タイプをメモリー同期にするチャンネルというタイプです。チャンネルというのを利用してデータを保有することができます。こんなやり方でデータを解き出すことができます。データがここに入るまではルーティンが動作せずに止まっています。そして、あの add 関数は、この部分で新しいゴルティンを作ります。上で作られたチャンネルもパラメータとして入れてくれますね。そして、in というチャンネルでデータを入れます。データを2回入れると、止まっていた add ゴルティンが、2つの数字を加えた結果をアウトに送信して終わります。そして、
このメイングルーティンは、アウトチャンネルを待っていて、アウトチャンネルにデータが来たら、このデータを出力するコードです。すごく複雑です。でも、コードにはそんなに複雑ようなことに私には見えません。Python にも惜しい関与があって、クルーティンがありますが、あのように複雑な内容を表現するのが大変です。あんな複雑な同時性を簡単なコードで現れるのがすごいメリットだと思います。複雑な話はもういいですから、少し実用的な話をしてみましょう。ここからは HTTP リクエストの話です。他のサービスにリクエストを送るときに最も多く使われている方式です。おそらくどのようなプログラムを作成しても必要な機能ではないかと思います。Python ではどうやることができますかね。皆さんはすでにやったことありますね。まあ、代表的にはこの2つのライブラリがあります。私はリクエストをもっとたくさん使っていますが、別の方々は、こちら、どのことを好きなのか私はわかりませんね。まあ、Python ではリクエストを利用して簡単なリクエストを送ることが可能です。PyConJP ホームページでリクエストを送る簡単なコードです。まあ、簡単ですよね。そして、ゴレングにはこうやることができます。少しコードを見てみましょう。メインという関数があって、HTTP というライブラリを使ってリクエストを送れます。そしてここでリクエストされた結果をパパから読みます。ボリングにはこのようにパパから読む作業が追加されました。そして本文を出力するコードです。2つのフック雑度を比べてみましょう。Python では3ラインでできるコードなんですが、Golang にはコードがはるかに多いんです。それだけで Python が実際に動作することを抽象化して置いたと考えられます。まあ、私には簡単な Python が好きです。この部分でエラー処理について話しなければならないです。Golang のエラー処理は Python のエラー処理はと大きく変わります。Golang にはエラーはデータとして処理されます。この関数がエラーになるかどうかは関数タイプだけで見ればわかります。まあ、エラーがデータならどのように処理するでしょうか。他の関数型言語で行うことと同じ方法を採用します。エラーもタイプとして現れます。エラーも値で一緒にリターンする方法を使います。まあ、実際にこういうことを関数型には IDO と読みますが、Golangにはジェネリックがいないから、関数型で話しする IDO と少しは変わります。けど、まあ、概念的には同じことだと思います。さっき前のコードから、この部分がエラー値です。次の一部分でエラーがあるかどうかチェックします。しかし、こうなると、エラーがあることを使うたびに、エラーをチェックすることが一緒に追加されます。
だからこんなに大きなことがあったんです。そしてこのように問題がある場合は、上の方にエラーを伝えなければならない場合があります。それでは一文の中にすぐリターンします。そうやってすぐリターンをしています。例えば HTTP リクエストが失敗したら、上の方に伝える必要があります。このリクエストが失敗したと。それはこの部分でエラーをリターンして解決するんです。NIL は Python の None と同じことです。そして、リターンの NIL。はい、こうやってやります。Python のエロ処理も見てみましょう。Python にはよく使う try except ということを使ってエラー処理をします。まあみんなよく見るコードでしょ？エラー処理があるのに私はゴレングよりも簡単だと思います。2つのライブラリーも同時性はどうなるんでしょうか？2つのライブラリー、どちらのライブラリーもスレッドセーフします。しかし、そうではない場合もあります。Python のセッションの場合は、スレッドセーフではないんです。クライアントがリクエストを何回送って、状態を持っているので、スレッドセーフしないんです。リクエストの GitHub に、いたらリクエストの作成者がセッションはスレッドセーフしないし、スレッドセーフするのは別の作業が必要と話します。例えば、クッキーの責任とかですね。ゴレングのクライアントはセッションと似たようなオブジェクトなんですが、クライアントはスレッドセーフです。そして基本的に新しいリクエストが発生すれば、新しいコルチンを作って利用します。ゴレングの場合は、クライアントを再利用せずに、グルーティンごとにクライアントを作って利用する場合は、非常に大きくグルーティンが作ってみて、メモリが無駄になることができます。ですから、ほとんどの場合は、一つのクライアントを一つの全体プログラムで使います。しかし、Python は反対です。Python は接続一つが一つのスレッドで使用するのを奨励しています。つまり、セッションはこういう仕様と、セッションは2つのスレッドで接近することを奨励してはいないんです。ゴレングには別の代替のライブラリもゴルティンに共有して利用するのことで作られたものです。もしもどうやってスレッドセーフするのか気になれば、ゴレングの HTTP クライアント復元を見ることを推薦します。それでは JSON とか XML を扱うのはどうやって違うんでしょうか。 JSON は私たちがよく使う JavaScript Object Notation の略です。私たちはこれをたくさん使っていますね。データを扱うと必ず同乗する友達です。 Python ではこう JSON を使うことができます。今はユーザーというディクショナリを作って JSON スタリングを作るコードです。少し複雑な
JSON ですが、まあ、そんなに難しくはないと思います。はい。私の地位定の JSON なんですが、あ、名前はラスで、はい、19歳。そしてプログラミングと Python が好きという JSON です。ゴレングにはこうやることはできます。まあ、Python とそんなに違いはいないんです。ここにタイプが少し変わったものがいます。このタイプはディクショナリーといったようなタイプです。まあ、この場合は Python と Golang の違いはあんまりないと思います。ですが、後で少し大きな差があります。もしも JSON の形を私たちが先にしてれば別の方法も可能です。まあ、少しコードが多いんですが、ゆっくり読みましょう。ここでは、struct を利用して JSON を作るコードです。ここで tag というメタデータを追加して JSON に変換するときに利用します。ですが、JSON の形が変わればできないので、少し注意する必要があります。まあ、さっきのコードと完全に似たコードです。実は、この方法は、リフレクションを利用する方法です。だから、すごく遅いです。遅いですが、Python よりは早い。では、struct 代わりに使う web string は遅くないのか、それではありません。いつも新しい web をメモリにありわてますので、遅いんです。そして、これも Python より早いのは同じです。ですが、Golang には JSON からデータを持ってくるのがとても大変です。まずは簡単な Python コードからです。最初で好きなことの名前を出力する簡単なコードです。まあ、今はプログラミングを出力するコードですね。次に来る Golang コードはそうではないんです。そんなに簡単ではないんです。ここにいる JSON ストリングはコードをよく見るために消しました。さっきに見てた JSON なので気にしてないでください。はい、なんか大きなコードが出ましたね。ここを見ればなんか複雑なタイプがあります。このロブを持ってくる、このロブは実際に JSON のアレイなんです。ここで見れば、love は JSON のアレイというのを確認できます。だから、タイプを変換して、変換するのが成功したのか、OK という変数でチェックします。だから、こんなに複雑なことになりました。レインというものを持ってくるときも同じです。ストリングで変換して、変換が成功したのか OK でチェックして、そして出力します。そして、この場合はすごく遅いんです。もし大きくて複雑な JSON を利用するたびには、Golang には地獄を見ることになります。こういうのが何十回あったと思うと、私には、はい。この違いはコンパイル言語とインタープリター言語の違いだと思います。だから、もしも JSON を使うことがたくさんあるサービスなら、Python が良いと思います。それでは、JSON の友達の XML を見てみましょう。
Python では大きく変わることがいないんです。XML to Dictionary というライブラリを使えば簡単に解決できます。ですが、Golang にはStruct を利用する必要があります。まあ、こうやるんですけど、ユーザーというStruct を宣言して、メタデータとして XML データを送ります。まあ、先に JSON をストラクチャーを JSON で使うことと似たような形です。そしてストラクチャーを利用すればデータを持ってくるのが少しは簡単になれます。一番終わりのラインでプリントすることが少しは簡単に変わられましたね。まあ、みんな同じことをしているコードです。ここでもプログラミングという小文字を取得します。では、開発する関係について話してみましょう。大きな違いはコンパイルとインタープリートの違いとあります。別のコンパイル言語はコンパイルする時間が気にするのに、Golangにはコンパイル時間がすごく短いです。だから Python を試行することと同じ同様に感じています。そしてパッケージマネジメントがあります。設置したライブラリを管理して利用するのは大事なことです。プロジェクトの関係を設定するに必要な機能です。Python には皆様がよく使う PIP があります。ですが、Golangには GoWord ということがあります。PIP には PyPy サーバーでライブラリを持ってくるのですが、Golangには GitHub とかでライブラリを持ってくるのが違いです。そして、利用するライブラリを並べるのは、一つのファイルに並べるのは同じです。そして、実際に開発作業を進めながら、よく使うものの一つはテストです。私は Python では PyTest を使っています。Golangには基本的に提供されるテストを使用しています。使用する方法は PyTest とほとんど同じですが、Pixter という機能がいないんです。そして BDD スタイルの銀行もよくテストライブラリ、銀行というテストライブラリも少し利用しています。私は BDD スタイルが好きなのでよく使っています。テストを進める中で欠かせないのがリントです。Python ではフレークというリントを使っていて、ブレックも使っています。そしてタイプチェックのために MyPy も使っています。ですが、Golangにはコンパイルがありますから、MyPy と似たものは必要ないんでしょう。Golangには GoFMT というライブラリがあって、Golangスタイルに合致しないコードをフォーマティングしてくれることです。まるで Python のブレグみたいなものです。GoBet と Golang Lint はリントです。ただし Golang Lint にはリントで除外する機能がいないんです。そして
このリンタはすべて Golang で作ったものです。Python は大体外部ライブラリをとよ作る使えますが、Golang にはこのリンタも作っていきます。そしておしまいですか。はい。時間が10分くらいいますね。今まで Python と Golang を比べてましたけど、いかがでしたか？少しは楽しんでくれましたら良いと思います。Python について理解度とか関心、もしも愛がおと多くなりたと思います。私たちは今まで Golang と Python の言語の哲学的な違いから始めて、実際に開発する環境に話を進めました。その中に同人誌とか HTTP でそんなような例題を一緒に入れてみました。私は今まで2つの Golang プロジェクトと2つの Python プロジェクトを会社で進めてきましたが、ある言語が絶対良いと思えていないんです。同人誌が大事なことでは、Golang が便利で、JSON を使うときには Python がとても便利でした。個人的には Python が面白いトリックとイースタイグが多いから楽しいと思います。皆様も好きな言語をするのが良いと私は思います。では終わりすることになります。はい。質問が あればお願いします。はい、すみません。ありがとうございました。ラスさん、一旦ちょっとミュートしていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。では、時間が、残っています。あと5分ちょっと残っていますので、ここから質疑応答の時間に移りたいと思います。ラスさんに、質問のある方は、Zoom の機能の挙手の機能があると思いますので、そちらの方で挙手をしていただけたらと思います。また、その何かの事情で話に参加できない方は、Zoom のチャットの方で質問を書いていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。何かこのはい、はい、ありがとうございます。挙手している方がいらっしゃいますので、すみません、私の表示名で、鳥笠さんを直接質問できるように設定したいと思います。では、設定の方お願いします。ありがとうございました。Golangの話をちょっと聞きたいんですけども、Python と比較して、Golangの方がその開発において、便利だった点について、型の面でちょっといろいろとその時間がかかる部分、コードを書いていって時間がかかる部分があったと思うんですけども、逆にGolangを使っていてよかったと思う点についてお伺いしたいです。ではすみません、ラスさんお願いします。すみません、ラスさんお願いします。質問が何か何だとかよく聞けないんですけど。ラスさんお願いします。質問が何か何はい、もう一回質問で聞き話してくれますか。質問が何もう一度喋っても大丈夫ですかね。はい、Golangを使っていて、JSON を扱うときには大変だったという話を伺ったんですけども、はいはい、逆にその
Python と比べて GoLang の方が良いと思った点についてお伺いしたいです。あ、良いた点。良いた点は、はい、私的には Python には良くないコードが大きくなって便利だから、そして全てで決まってきるから、このコードが増えます。増えましたけど、GoLang にはそういうのができないですから、一応コードがもっときれいに管理することが可能だと思います。はい、必要されない変数はいないし、まあ、魔法的なコードもいないし、はい、だから私には大きなプロジェクトにはGoLangがいいかと思います。あ、はい、ありがとうございました。はい、GoLangの方が、まあ、コードが整理されるので、大きなプロジェクトを扱うときには便利という話ですね。ありがとうございます。はいはい。はい、ありがとうございます。あとお一方ぐらい質問ができる時間があると思うんですけれども、どなたかもしチャットの方でも書いていただいても大丈夫です。じゃあ、ちょっと、質問の方が落ち着いたので、すみません、ラスさん、最後に一言おまとめみたいなのがあればよろしくお願いしたいんですが、いかがでしょうか。あ、ミュート外していただいて大丈夫です。いかがでしょうか。そんなのはいないんですから、終わるときに。ミュート外していただいて大丈夫です。大丈夫でしょうか。はい。はい。じゃあラスさんちょっと一旦ミュートしていただいてお願いします。はい。はい。それではこれで時間になりましたので、ラスさんのトークを終了したいと思います。質問がまた後ほど出てきた方はコール用のスラックがありますので、そちらの方で質問をお願いいたします。それでは発表ありがとうございました。参加者の方は発表者に大きな拍手をお願いします。